こんにちは、駅弁マニアの堀田でございます。今日は大宮駅限定の販売になります黒豚味噌だれ弁当を買ってまいりましたので食べてみたいと思います。おそらく2018年かな、2017年かもしれませんけれども、リニューアルされましたので、買ってまいりました。リニューアル前のものはですね、私あんまり好まない味わいだったんですけど、果たして今回はどうなのかというところですね。調整元は東松山の株式会社響さんですね。東松山の焼き鳥で有名な会社のようですね。お品書きが載ってますね。ははは。店舗の案内とか、使われてる味噌だれについての案内も載ってますね。親切ですよね、こういうのはね。では中身を見てみましょう。ここを開けますとこんな感じで、お召し上がりの際の注意点が載ってますね。それとこんな感じでメニューですよね。このような駅弁でございます。この豚肉がね、これ生姜焼きになってるんですよね。そして付け合わせと、生姜にこの肉につけるタレ、これが自分でお好みでねかけられるようになりましたね。前回はねタレがねドバーッとこう乗ってましてね、このタレが結構ね味が濃いんですよ。で辛くてね、で味が濃すぎる駅弁になっちゃいまして、私はもう肉の味を消してしまってるような気がしましたんで、辛口評価でございました。で今回はデザートとして熊谷の五花房っていうこの埼玉の、デザートというかお菓子としては有名な五花房が入ってます。リニューアル前のものは川越の芋菓子が入ってたような気がするんですけど、これもなかなか面白くていいですよね。では食べてみましょう。まずは、豚肉からいきましょうかね。彩の国黒豚の生姜焼きになってますね。どうだろう。リニューアル前に比べてなかなか食べやすくていいですね。前回はねこの説明忘れてたけど、この半分、左半分に、生姜焼きそのままで、右側に、味噌だれをつけてみました。でまずはその味噌だれのついてない部分を食べてるわけですね。で前回は味噌だれがね全部にかかってたんですよね。でそれでねしょっぱくてとても食えたもんじゃなかったんだけど、今回は自分で量を調節できるんで非常にいいですね。そしてご飯、これ黒米入りのご飯ですね。しかも単なる黒米入りご飯じゃなくて、これなんかタレを入れて炊き込みご飯にしてるよね。それでいよいよこの味噌だれをつけた部分ですね。これ味が濃いんでね、これだとちょっと多すぎると思うんだよな。まあいいや、食べてみよう。ちょっとこの量だと濃いな。でもねこれならいいわ、自分で調節できるっていいな、いいですね。そして黒米ご飯と合う。きちんと改良されてる。でここら辺は何だろう。これが何だろう、しゃくし菜の味噌風味漬けかな。これがにんじんのナムル、
ああいいな。うん、人参のナムルとこの味噌だれの黒豚が合う。リニューアル前はきんぴらごぼうだったんですよ。それがまたしょっぱくてね。ああ美味しい駅弁に変わってますね。素晴らしい。で最後はデザートのね、ごかぼう。これあのすでに開けてますけど、これきな粉がいっぱいまぶしてあるんですよ。ほら、だから開け方によってはね、あの粉が飛んじゃうので気をつけてくださいね。ほらこんな感じで、駅弁としてはねちょっとどうなのかなっていう感じはしなくもないですけど、車内で食べるとね粉が飛び散って大変ですけどね、でもまあユニークだからいいんじゃないでしょうかね。はい、ということでリニューアル後の黒豚味噌だれ弁当、なかなかおすすめできるいいお弁当になりましたね。はい、見かけたら買ってみてください。以上です。